こんばんは。やっほー、ありがとう。タコだるまかわいい。お疲れ、ココア。こんばんは、中村舞です。皆さん、お話し会ありがとうございました。よいしょ。ドラマハートありがとう。ありがとう。2日間、2日連続ありがとうございました。ギフトありがとう。ありがとうございました。うん、今日も黒弁だったか。今日も黒弁、そうですよ、黒弁じゃなくて黒弁だったから、そうですよ、うん、衝撃事実です。衝撃事実です。こんばんは、こんばんは。話し会ありがとう、ありがとう。そうなの。どうも、だるままありがとうございます。ゾンビ映画、いやちょっとね、もうゾンビの話をするのはやめたんですよ。そうなんです、中村、ゾンビの話をやめました。ゾンビから卒業です。早いですよ。やめた。まず、まあ、2個ぐらい理由があるんですよ。1個はマジで夜眠れないくらい怖い。本当にずっともう脳裏に焼き付いて離れなくって、あの映像が、なんでマジでうなされるんよね。なんか夜もう苦しい苦しいって苦しくて、マジで本当にすごく夜しんどすぎて、で今日もなんか帰った後にずっともう頭の中から離れなくって、そうで、なんかすごい切なくなって、ずっと姉ちゃんに悲しい悲しい。見すぎましたよ。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。そう、頭の中がゾンビでいっぱいになりました。で2個目もあるんですよ。2個目の理由は今日次はゾンビのポーズをして写真を撮りましょうって人がいっぱい現れたからです。もう可愛い格好で撮りたいのに、私はゾンビの真似をして写真を撮られるのかと。いや、まあいいんですけど、可愛いのも撮ってほしいんですよ。なんでちょっと私今日結構ゾンビの話をみんなとしたんですよ。でそう、これをお姉ちゃんに話してたら、それはあんたが炊いた、あんたが撒いた種って言われて、確かにと思って。え、格好、いや私ゾンビのコスプレとかはしないんですけど、そう、ちょっとね、本当にゾンビポーズどんな、いや私もね、ちょっとゾンビポーズがあんまりしっくりこないんですよ。なんかゾンビって
こうなんかなんですか、どこで切り取るか分かんないんですよね。こうカーってやってるところなのか、噛まれてカーってなってるところなのかなんか映像じゃないとゾンビってどこで切り取ったらいいのか分かんなくて、こうなの。可愛いんだろ、ありがとう。お化けと違うの？お化けとは全然違いますよ、本当に。わあ、ありがとう。東京のスワンさん、ありがとう。ありがとうわ。ありがとうございます。今書こう。な、何かこう、なんかこの間熊で描いたからな、違うのか、こうゾンビでも描こうかな。初見さん、中村舞です。なんかね、リアルなやつ見すぎてね、ちょっとね、どうなんかな。待って、さあ、お話し会の会場でさあ、ずっと流れてるから頭に、さっきヤンマが買ってきましたね。待ってください、明日発売です。あれ、もう売ってるの？フラゲできるの？早いところは並んでるかも。え、そうなの？フライングゲットできたの？明日ヤンマが発売です。店舗によっては、え、まだ見てない。で、私ミニもまだ見てない。やばい。明日買います。わー、嬉しい。明日チェックしてください。そう、ヤンマが、皆さんが投票をしてくださった。ありがとうございます、たくさん見てくださって。そう、
沖縄、いいえ沖縄じゃないです。なんかそう、表紙の3人は沖縄に行ったらしいそう、そうです。なんかねギャンマがね結構ね、なんか服装が攻めててね個人的にはねめっちゃなんか攻めてる服装だなと思ったんですよ。なんでちょっとどういう風に映ってるのかめっちゃ気になりますね。あと2着目はもうなんかマジでファッション雑誌な感じの、そうおしゃれおしゃれ服、そうなんかお腹を出す衣装ってあんまないんですけど、そうお腹がちょっと出てた。おへそ、いやおへそは出てない。そうでもなんかちょっとお腹出てた、丈が短めだった。そうなの、一つはね。で二つはあのなんかすごいのシースルーのワンピースみたいな感じで、シースルーの、うん、なんかねめっちゃおしゃれな感じなんよ。ほんとにかけた、ちょっと待ってかけだよー。でねーん、東京のスワンさんありがとうございます。我ながら結構うまいうまい、うまいゾンビですこれ。ありがとうございます、ありがとうありがとう。ありがとうございます。手の位置やばい？前にか。お見送りだ。え、私こんな感じなの？お見送り。マジ？お見送り？お見送り？お見送り？髪めっちゃ乱れた。ほんと。髪乱れてるんですけど。大丈夫そうですか？ありがとう。次回は大阪で。お話し会、その次はリリーベ、お待ちしてます。なんかそう、私なんか10枚目のリリーベ、そうあの初じゃないけど、そう少人数で回るのは初ですね、幕張。なんかちょっと遅くなりましたが、そう先だなと思ってたんで6人でそう行かせていただきます。ありがとう。喉大丈夫か？大丈夫です。
すごいご心配おかけします。大丈夫です、ありがとう。気を抜くとダメですね。今日テスト終わった、まいちゃん見て癒される。はあ、共通テスト、え、土日であったのかな、受験生の人かな。お疲れー。共通テストや。いらっしゃい。やばい、声ガスガス。雨、舐めようかな、雨。そう、なんか雨舐めたらね、咳が落ち着くんですよ。ちょっと待って。龍角さん、うん、今日はこの梅はちみつ、私ね、酸っぱいのね、酸味がめちゃくちゃ苦手なんですけど、これはいけます。おいしい。梅とかはあんまり得意じゃないんですけど、レモンは、ちょっとレモンも実はあんま得意じゃないんです。梅酒は、梅酒はいける。梅昆布茶、梅昆布茶もいける。あ、レモン、あの、レモンスカッシュとかもいける。レモネードもいける。でも、唐揚げの横についてるレモンとかは、かけない派。梅酒は酸っぱくない気がします。TikTok で胡椒振るときに口開いてしまう。ねえ、なんかめっちゃ最近なんですよ。最近、そうで、マネージャーさんがパーって撮ったやつ、そう、一緒にご飯食べてて、マネージャーさんと、そう、思ってました。アップ
ルウォッチしてるから最近。そうですよ、元さんありがとう。心拍数いいよ、今測るね。毎日把握、うん、みんなお医者さん先生これマジでね、心拍数しか測ってないの、これで。本当にアップルウォッチさあ、本当に心拍数だけ測るためにつけてるみたいな。うん、出ました。久々の2桁です。あ、3桁になっちゃった。あとこれをつけて寝るとなんか通知音、こっちにも通知音が来るんですよ。携帯開けてない時の通知音がこっちにも来るんですよ。だからここに、ここでブーって言うんですよね。その瞬間にもううわーみたいになって、あの起きちゃう。なんか振動が来て起きちゃうのよね。あ、夜間なんかお休みモードにしないといけないらしい。寝過ごさんでいい。え、確かに確かに。何食べてる？あめ。あめちゃん。腕時計してるとよくあるんだけど。え、わかる、めっちゃ。私時計せんかったけさ、今まで。そんなここになんかあると気になってしょうがない、なんか。でもずっとつけてたら多分ここに何もないのが気になり始めるよね。そう思ってつけてます。いずれ慣れる。そうだよね、なんかうーってなります。ありがとう。わい、このね、もうずっとね、この初見の人がポニーテールして、ポニーテールして、ポニーテールして、もう連投してる。ポニーテールかー、わけわかんない。ポニーテールマニア、ポニーテールマニア、ポニテが好きな。
何かね、私もポニーテールあんまりしないですもんね。あんましたくない？そんなことないよ。あんましないけどね。基本は。じゃん。ね、短くなった。こう見ると。髪の毛が。うん。うん。ダンスの時くくるか？くくる。うん、なんか貞子が踊ってるみたいになるんですよね。ポニテに合うのになぜあまりしないの？なんか頭がね痛くなっちゃうんですよね。やっと保険編3期で興味あるメンバー、今日ね興味あるメンバーっていうかみんな興味あるんだけど、なかなか話しかけられないんですよ自分で。なんかそう、お話し会の会場までバスで行くんですけど、そう、だいたい行きと帰り、1時間目の人と5時間目が終わる人が乗るバス、だいたい遅いじゃない、いやいっぱいなんですよ人が。で補助席も使わないと乗れないぐらい結構もうぎゅうぎゅうにみんな乗るんですけど、メンバーが。で今日たまたまそう隣に清水梨紗子ちゃん、リチャそう梨紗子ちゃんが隣に座ってくれてて、でわーってなって、写真撮りましょうみたいななって撮って、なあとそう帰るまでちょっと話してたんですよ。えバレエつながり、そうなんですよ、その梨紗子ちゃんはバレエを習っていたということで、バレエつながり、リチ明日誕生日なんよ。えそうなの？えちょっとさ、まだみんなが何歳かちゃんと把握しきれてなくって、梨紗子ちゃん何歳なのって聞いたら18なんですって言ってたんですよ。ってことは明日19になるってこと？そういうことやんね。そっか、大学1年生の年。マイキューとどっちが体やおいか。いやー、私そんなになんかさ、そうバレエやめてからさ一気にさ、なんかもう体がめちゃくちゃなまったんですよね。なんか自信ないわ、なんか180度以上開きますみたいなのない、全然。リチャ、リチャね、なんでリチャって言うんって聞いたら、山口県出身でなんかチャって語尾につけるから、リサコのリとチャでリチャって言ってたリチャ、リチャちゃん、
めっちゃさ人見知りっていうかさ、そう帰りのバスでよかったのマジで。行きは明るいけど帰りは真っ暗なの、もう夜だから。だからさ帰りは暗いからさ、こううっすぐらく相手の顔が見えるぐらいでさ、ちょっとさめっちゃ人見知りするからさ、なんかこう人の目をさこうまじまじ見れないんですよね。なんかチラチラチラ見しちゃうんですよ。で、ね、あそうなんだみたいな、もうこの辺触ってないと落ち着かないみたいな、あそうなんだそうなんだへへみたいな。もうちょっと本当に今日ちょっと緊張しました。これね仲良くなりたいんですけどね、めっちゃ緊張する。いやね、でもすごいめっちゃ話してくれて、そう嬉しかった。緊張してるのは向こう、いやどうなんだろう、わかんないけど、すごい話しかけてくれて、あね、なんか全然話はできるんですけど、こうやってあそうなんだみたいな、やばい、もうなんかモジモジしちゃうんですよね。不正でね。ありがとう受験さん、中村舞です。ありがとう。いつもくねくねしてないよ。こんなにしてないよ。ただね、そう。ねえ、もっと話したいな。リアちゃん、なんか自分よりも人見知りそうな子はいけるんだけど、ちょっとね、そうなんだよね。でもこれさ、ナッピさんも多分そうなの。ナッピさんもなんかそういう感じのこと言ってた気がする。なんか私ナッピさんに人見知りめっちゃしてて、ナッピさんは私にめっちゃ話しかけてくださったんですよ。で、でもナッピさんもなんか人見知りって言ってて、そうだから人見知り度合いで決まる。ちょっともう一個いただきます、すいません。でもね、3期生めっちゃなんか明るい子がすごい多いなって思います。何の雨、ごめん、明るい子が多い。その浜田響ちゃん、ひーちゃん話したんだけど前に、めっちゃ明るい、もうすごい話しやすくて、悪くて、そうひーちゃん、でまだ一言も話したことない子もいます。実はなんでちょっと話したい。
なんかさ、これ前もなんか同じ話したかもしれないんですけど、なんて最初に一言話しかけたらいいのかわかんない。連絡先交換、あーできないんですよ。最近どうよ最近どうよ。髪切った？切ってなかった時気まずい気まずい。なれなれしい。えこんにちはもうこんにちはとかまあ言わんけえな。こんにちは、お疲れ様でーす。私さ、基本みんなにさ、お疲れとかじゃん、お疲れ様でーすなんよ。もう、全員に。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。後輩にも敬語になるのか。めっちゃ敬語使っちゃう。なんか、うん。お疲れ様でーすって言っちゃう。アメちゃん配ろう。はい、アメだよ、アメだよって頑張りたいですね。でも頑張れる機会があるとしたら、まあ、お話し会の会場か、7周年ツアーとかもし回れる、そう、全員毎回出る出演だったら嬉しいな。まだ何も詳細わかんないんですけど、レッスン別々なんです。そうなんです。レッスンが基本一緒になることはコンサートぐらいしかないんですよね。なかなかね、うん、なんか結構いろいろ別なんですよね。そうなんです、ちょっと悩みかも。なんかダンスの先生とかも全部、もう全部別、もうレッスンがほぼ一緒になることもなくって、大きいコンサートの合わせぐらいの時とかぐらいかな。そう、一期生とはもう、いや、すぐは仲良くなってないかもしれないけど、結構最初の方に打ち解けました。なんかそれは入って2ヶ月ぐらいでもう公演に一緒に出てたから、同じ公演に、だからいろいろと話す機会がたくさんあったからかな。2期生は2期生だから
仲良くなるの遅いメンバーいましたよ。まあでもユニットに入ってたりしたからあれかも。だから千穂ちゃんと遊びに行くまでになった。千穂ちゃんとはでもいつだろう、2021年ぐらいで仲良くなった。具体的2021年ぐらいで仲良くなったんですよ。めっちゃめっちゃ距離が縮まったのはそんぐらい。千穂ちゃん呼びになったのもそれぐらい。そう、具体的に覚えてます。ヘタレ立ちようぐらい。そう、え、きっかけあるよ。きっかけっていうか、千穂ちゃんがお休みしてた時期になんかすごい気になったんですよ。元気にしてるかなと思って、で連絡して、そしたら一緒にご飯行こうよってなって、でそう、それで一緒にご飯に初めて行って、でそこでいろいろと話して、でそこからめっちゃお出かけするようになったり、そうした。千穂ちゃん第一印象もう覚えてない。うわー、覚えてない。でもそれまでもうあれですよ、なんか全く話したことなかったとかじゃなくって、本当にもうなんか本当になんかお尻でつながった気がします。お尻をいっぱい触ってて、千穂ちゃんがで繋がってお尻でそんで、そうそう、その時はあ、お知り合いそれぐらいそう、なんかあんまりなんか出かけたりするまでは行ってなかったんですけどね。そうなんですよ。千穂ちゃん呼びになったのはなんでかっていうと、なんか私毎日なんか会ったことを全部報告してたんですよ、親とかお姉ちゃんとかに。で、まあ、千穂さんって呼んでたんだけど、なんかえ、なんだったっけな、なんか親に千穂ちゃんって言ってて千穂ちゃん、あのね、千穂ちゃんと遊んだんだよねみたいな、全部報告してたんですよ。で、千穂ちゃんと遊んだんだよねみたいな感じで、そうドヤドヤで結構そう報告してて、でうちのお母さんも千穂ちゃんって呼んでて、そうお姉ちゃんとかも、でそう今日もその日なんかご飯行くんだよねみたいな言ってて、行って、でその千穂ちゃん千穂ちゃんって言ってたから家で、だからそのまんまあの普通に千穂ちゃんって呼んじゃって、で「あ間違えました」みたいな、その時めっちゃ気まずくって「あすいません」みたいな「間違えました」ってなったら「え今のいい?」みたいになって、で「千穂ちゃんって呼んで」って言われて、で最初は「ええー、みたいな、そうなんか全員先輩をさん付けだったから、そうでもそっからそう千穂ちゃん呼びになりました。でもね、今でもちょっと気まずい時はあるんですよ。それは千穂ちゃんに千穂ちゃんっていうのは全然いいんですけど、沖ちゃんに対して千穂ちゃんの話をする時、あの千穂ちゃんがねって言うと、あ千穂さんねっていう会話になるんですよ。で
おきちゃんはちほさんって呼んで私はちほちゃんって言うとなんか変な違和感っていうか気まずさがあるから、だから私ちほさんちほさんってよく言ってたんですよ、おきちゃんに話すときは。なんかね、その微妙にそこでなんか他の人と話すときめっちゃ気まずいときがある。難しい。そうだから他の人には千穂さんって言って本人だけに千穂ちゃんって言ってた。ちょっとカップルみたいじゃないですか。なんかあの2人の時だけ呼び名変えようみたいなカップルみたいじゃないですか。ありがとう。みなみちゃん呼べてる？みなみちゃん、みなみちゃん呼べてない、恥ずかしくて。でも私昔みーちゃんさんって呼んでて、ずっとみなみさんのことみーちゃんさんみーちゃんさんって呼んでたんですけど、なんかわかんないけどおきちゃんはみなみさんって言ってて、でなんかその流れで私もみなみさんみなみさんってずっと映ってみなみさんって言ってたら、なんかある日突然そうエレベーターで、ねえ前まではみーちゃんさんって呼んでたよねみたいな感じで言われて、えみなみさんじゃなくてみーちゃんさんって呼んでたよねみたいな、えなんかみーちゃんさんがいいんだけどって言われて、ねえはいってなってみーちゃんさん、そこでみーちゃんさんってなって、でもなんかなんだか急に恥ずかしくなってきて、そうや確かになんかみーちゃんさんってそう呼ぶ人がいなかったんだって。でそうなんかいなかったからこそ私がそう私だけだったんかな、とやけ呼んでってなって、なんかさ普段敬称つけて呼んでるけど呼び捨てするの恥ずかしいみたいな気持ちになる時あるじゃないですか。あの現象が起きる、みなみさんからみーちゃんさんに変えるの。なんかなんだろうこの現象、わからん。なんか嫌とかじゃなくて勇気がいるみたいな、ちょっと照れみたいな。私はね、マイキューって呼ばれてるよ。あ、マイちゃん。マイキューマイちゃん。ココアさんは、マイっていう。マイ呼び捨て嬉しい。呼び捨てされるのココアさんくらい。マジで呼び捨てファンタジーですよ。後輩からマイちゃんって呼ばれたらキュン。めっちゃキュン。呼ばれたい。誰か呼んでくれないかな。でもさ自分からさ、ね、私のことマイちゃんって呼んでって言うとなんかさ急に何ですかってなるよね。アンピーには言ってたわ。あ、アンピーに言ってた。
ってましたね。サラピ？ちょっとサラピー、サラピーにはおい Q とか呼ばれない。その方が燃えそう。なんかもうそこまで言ってほしい逆に。いやなんか今日帰る時になんかちょっとふざけて、なんかちょっとこう何ですか、こうわざとおきちゃんにおきぽーって言ってたんですよ。サラビがおきぽーおきぽーって言ってて、で おきちゃんはなんかおきさんと呼べみたいな言っててで、なんかなんていいんだ、ちょっといいねって思いながら私黙って見てたんですよ。なんかおきぽーおきさんと呼べ、おきぽーおきさんと呼べみたいな会話をずっと二人でしてたんですよ。いやめっちゃ仲いい。そう、ありがとう。うん、私もそういうのがやりたい。ありがとうございます。イケちゃん、イケちゃん呼んでくれそうだな。イケちゃん確かに、イケちゃんね、さらっと断られそうだな。呼んでって言ったら「無理です」って言われそう。うん。中村呼び嫌か？あんまいないよ。中村呼びに来るの？もういないなぁ。やっと初見さん、スタッフさんかなぁ。あ、自分が中村っていう時ある。中村スタッフさんは中村かマイキューかな、はあ、ありがとう。あ、リオちゃんがいる。これリオちゃんだよね。ちょっとリオちゃんが今ハート投げてくれたんでここで言いましょう。ちょっとマイちゃんでマイちゃんで呼んでください。今いいとこにいた。いいとこにいたぞ。ちょっとまいちゃんって呼んでくださいね今度。宿題したかって言われてる。うん、なんかそっか冬休み明けたんか。
千指燃える。まいちゃんさん、え、かわいい。ちょっと待って、かわいい。なんかさ、コメントが来るのさ、あんまないよね。ちょっとマジで今ちょっと燃えた。しかも3がついてる。かわいい、嬉しい。もうご機嫌、今日本当にご機嫌になりました。嬉しい、やった。心拍数、嬉しい、マジで。ほんまにこれから呼んでくれてもういいんだよ。いつもなんて呼ばれてたか、やばい、今117。あ、上がりました。ドキドキした。嬉しいね、これは。早い？今ちょっと興奮気味です。え、待って、57分じゃん。リュウちゃん結構夜更かしだな。ありがとう。もう終わっちゃう時間。マジで今日本当になんかゾンビの恐怖に追われてたんですけど、もうどうでもよくなりましたね。すごい幸せな気持ちになった。幸せな気持ちで眠れそう。おやすみ行きなよ。なんかダンジョー呼ぶ。りょんきゅうさん、ふみふみさん、シーサーさん、ミッキーさん、くまねパパさん、たろうくんさん、東京のスワンさん、あおさん、おっさんのサムさん、きなぺこさん、まささん、はやりんごさん、 TM マンさん、ありがとうございます。単純ちょろいんですよ、中村。マジで。おやすみ、おやすみ。また明日夜に。おやきゅう、またね。ありがとう。おやすみ。バイビー。ダブ。バイバーイ。また明日。おやすみなさい。